こんにちは。変形があったらため、あそぐんじゃです。今日はミニプラの竜帝王に色を塗っていこうと思います。まず塗るのはやっぱりこの竜のヘルメットとか爪とかのこの黄色いとこですね。まあこれくらいならガンダムマーカーでも塗れそうですけど、テレビマガジンによるとここですね、横のとこですね、竜の横のとことか後ろのとことかもシルバーなんですよね。でそこをシルバーにすると結局ここも塗って、まあ、こことかも塗らないといけなくなりますよね。そうするとこのグレーのやつが全部シルバー塗らないといけなくなってしまって、ガンダムマーカーで塗るにはちょっとあの面積が広すぎるので、今回はもうスプレーで一気に塗ろうと思います。でもこれはもう作ってしまって、これをまた分解してスプレーするのは結構大変なので、リューボジャーをモイステッド買ってきました。早速開けていきます。まずは1番です。まずランナーの A は黒なので何もしなくていいですね。次は B のグレーです。でこの車輪とかはですね、これはシルバーの方がかっこいいと思うんですけど、ここのジョイントルンですね、これをシルバーで塗装するとあのガチガチになって硬くて動かしにくくなってしまうので、これは塗装しない方がいいです。なのでこんな感じですね。そして次は C です。これは金色のスプレーしますけど、この下顎ですね、この下顎はシルバーなので外しますね。次は2番です。まず A のグレーですけど、まずこの腕のジョイントとこの股のところですね、これは取った方がいいですね。これはいいんですけど、こっちはなんか塗った方がいいと思います。というのも竜帝王のこのパーツなんですけど、これが結構あのドラゴン竜の時になんかすぐ外れるんですよね。なのでちょっとあのこっちは塗ろうかなと思います。 B は特に塗るとこないですね。そして最後は3番です。こちらは特にスプレーするランナーはないですね。それでは段ボールにランナーをセットして、スプレーを30秒振って、窓を開けてマスクをつけてから拭きます。いきます。15センチから20センチぐらい離して軽くですね、軽く押さえていきますね。うわー、これは綺麗ですね。これマジでやばいです。これじゃあ裏側もいきます。うわー、すごい。まずは1番の方いきます。斜めからかけた方が良さそうですね。うーわー、上下を逆にしてまた斜めからかけます。あとこのパーツだけちょっと裏面もいるのでかけますね。次は2番です。ちょっと斜めからいきますね。うわー、くー、ちょっと上下逆にしてまた斜めからいきますね。うわー、そして旧玉の方はいつも通りこれですね。これちょっと外してこれで塗装します。あとこっちの方はこれ外してこれマスキングしますね。貼りました。いつもの100円均一のキャンドゥのマスキングテープです。それでは旧玉と竜の下顎いきます。うわー、それではスプレーが終わったので乾かしている間に、まあ、できる動画だけ作ってみようと思います。できました。ただグレーのパーツがないとちょっとまあボディと両足だけですね。そういえば旧玉の周りのこのパーツも金色なのでここもスプレーしておきます。待ってる間に、まあ、この辺とかですねガンダムシルバーで塗ってみようと思います。塗りました。せっかくなのでこういうとこだけじゃなくてこことかですね、角とか牙とかも塗っておきました。反対側も塗ってます。後ろ足の方もちょっと塗ってみました。
あとは、まあ、こことかですね。とりあえず最初に塗ったゴールドが乾いたっぽいので組み立ててみようと思います。めちゃめちゃ綺麗ですね。キュータも乾いたので剥がしてみますね。おー、あ、綺麗ですね。もう片方もいきます。おお、とりあえずキュートマン作りました。めちゃめちゃ綺麗ですね、これ。これたまらんです。あとはシルバーも乾いたので作っていきます。できました。いやー、これは素晴らしいですね。なんか天かける竜のひらめきって感じですね。シールも貼ります。貼りました。いやー、これたまらんですね。ちょっと上の方から見ていきます。まずこのヘルメットですけど、まず下顎ですけど、このシールが結構剥がれやすいんですよね。なので塗装してあると剥がれる心配がありません。ちなみにこのここの部分ですね、ここがこのシールがあるようにシルバーなので、ここちょっと塗りますね。塗りました。で、ここなんですけど、塗りました。で、普通に考えたら横もシルバーになるんですけど、テレビくんを見ると龍の時は確かにシルバーなんですけど、合体した時はゴールドになってます。これはどっちが正しいんでしょうかね。あと龍の頭の方ですけど、牙をシルバーに塗ったんですが、その間の口の間の部分は黒で塗りました。それにしてもこの龍の口が開いたらもっと良かったですよね。次は龍の前足ですけど、先っぽがスプレーのゴールドで、こっちはガンダムゴールドの方です。ちょっと色が違うんですよね。ガンダムゴールドがはみ出てしまったところは、マッキーの紫で塗るといいと思います。ちなみにテレビくんだと車輪が紫で、軸がシルバーに乗ってますけど、自分はこっちの方がユーロみたいで、綺麗でかっこいいので、そのままにしておきます。ちなみにここの部分ですね、ここを塗装したおかげでここが取れにくくなってます。ちなみに尻尾はこっち側に曲げられるように反対にしてつけてます。なので後ろ足も左右逆にしてます。ちなみに左の塗装してない方と並べるとこんな感じです。やっぱ塗装した方が断然かっこよくなりました。それではせっかくなので変形させますね。まずボディですね。くっつけて、足をちょっと外して、足伸ばしますね。で、後ろ足収納して、尻尾前ですね。両腕のところですね。頭を前にして、ジョイントを出してヘルメットですね。つけて完成ですね。キュートもつけて完成です。いやー、めっちゃ綺麗ですね。ちなみにここがゴールドなので、多分ここもゴールドのはずですよね。塗りました。ここですね。左の通常版と並べるとこんな感じです。全然違いますね。でも腕がないのは寂しいので、塗装した方の天秤と蛇使いをドッキングさせました。これはマジでやばいです。まさに竜に翼を得たるがごとしってやつですね。ちなみに残念ながらここの穴とかですね、ワシボイジャーつけられたらよかったんですけど、つかないです。こっちとかもこっちですかね、もう合わないですよね。本当に翼をつけられたらよかったですよね。こんなんだとたまんないですよね。ちなみに一応ですけど、ここですね、ここにちょっと引っ掛けることができます。落ちません。これで一応翼がついたんですが、これだとまさに画竜転生を描くって感じになっちゃいますね。なかなかの格好悪さです。というわけで、竜ボイジャーに塗装してみたいでした。次回は熊ボイジャーを塗装する予定です。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、
チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。